大道彩は、広島県出身の画家、絵本作家である。本名は、大道彩子。60歳から絵を描き始め草花や動物など、生命にあふれる、数百点の作品を残した。母は70歳を過ぎて、絵を描き始め、おばあちゃん画家として、有名になった、丸木すま、原爆の図で知られる画家の丸木リは兄、丸木春は義士である。母、 マルキスマ1909年、広島県朝佐郡、飯室村で農業及び大田川で船屋を営む、マルキキンスケ、スマの子として生まれた。安田高等女学校を卒業。結婚して、広島市内で、美容師となる。36歳の時、爆心地から2.5キロの地点で被爆した。爆心地近くにいた父キンスケは被爆し1年後に、他界した。 母の妻は、爆心地から遠く離れた、三滝の自宅にいたため無事であった。戦後は、家業の花火工場で働く。しかしその間に、母の妻が1956年に、原爆の渦の巡回展で海外に出ていた、丸木夫妻のルスタクで、同巡回展開催運動に関わっていた青年に、殺害された。1967年には、長男が、 家業の花火工場の事故で負傷し、翌年には夫を爆発事故で亡くした。悲しみと失意に沈む矢に親友街を描くことを進め、1969年60歳にして初めて絵を描き始めた。1970年には亡き夫を思い描いた仕掛け花火が女流画家協会展に入選。71年には、 兄の丸切り夫妻の住む埼玉県東松山市に移る。画家としての大半を埼玉で送ることになる。その後日本美術院展覧会に入選を重ね、院展院とも女流画家協会会員になる。1975年からは絵本も描き始め、1976年には小江戸祭りでブラティスラバ世界絵本原画展有料賞を受賞した。 1979年に埼玉県小瀬町に自身と母、丸木妻の絵を展示するオッペ美術館を開設した。その近くの毛飛橋山と名付けた小さな山のふもとに住み、畑仕事の傍ら日本が絵本を描き続けた。毛飛橋山とは毛飛ばしたらできそうなくらい小さな山という意味で出生地の広島飯室の急峻な山々とは大きく、 異なっている。被爆画家と呼ばれることもあるが、彼女の絵は明るく草花や動物など生命に満ちた作品がほとんどである。唯一の例外が2000年彼女が91歳の時に描いた最初です。そして最後となる9枚の原爆の絵であった。この作品の後二度と絵を描くことはなかった。生前彩は原爆投下数日後に、 広島に戻った兄夫婦の描いた原爆の図に対し、原爆はあんなもんじゃない、兄さんたちは見てないから描けるんだと批判的だった。原爆の図丸木美術館の岡村幸信学芸員は、肉親の綾さんが原爆の図に最も本質的な批判をしている点が興味深い。ある意味、原爆の図が神聖化されることからも救ったと語っていた。綾は、 自分の絵について、犬やら猫やらがいて、いっぱい花が咲いてる絵を見たら、みんな、平和がええのうと思うじゃろと話していた。兄夫婦が原爆を描いて、反覚を訴えたのに対しあやは、平和を描くことで原爆を否定した。2003年には、広島に戻り、息子夫婦、孫たちと暮らしていた。2010年9月14日、心不全で亡くなる。遺骨は、 広島の町を望む山の墓所に母、妻、兄、いり、春らと共に埋葬されている。母、妻が70歳を過ぎて、丸木いり、春に勧められ、絵を描き始め、おばあちゃん画家として有名になった。一方、娘アヤは、兄夫婦と母と画家たちに囲まれていたわけだが自分が絵を描くなどとは、思ってもいなかったが60歳で絵筆を取ることとなった。 母妻は戦前は、旧井室村で船宿を仕切りながら、畑仕事という、忙しい日々を送っていた。娘あやも夫が、花火工場を経営、自らも美容師としての多忙な人生であった。娘あやが絵を描き始めた時にはすでに母は、多戒していた。この二人の苦難の反省の後に絵筆を取った、稽な人生を紹介した番組が、詩人、アーサー・ビナードの進行で、 NHK 日曜美術館で2008年9月7日に放送された。ありがとうございます。